いやー、楽しかった。6時間ぐらいやってた？いやー、楽しかった。はい、ミュールアドツー。いやー、いいね。なんか、プラモデル作るとか、いいですね。よかったよ。すごく楽しかったです、僕は。いしょ。はい、ワドツー。ユニフォーム。今日はこれで雑談やろうかな。なんかこれ着るだけでオタク感がすごいね。これ着る。ちょっと着替えよう、やっぱり。ちょっと着替えてくるわ。これユニフォームだから、やっぱり。ああ、ただいま。あ、俺焼き鳥買ってたんだ。最悪。焼き鳥どこ？焼き鳥食うの忘れてた。焼き鳥食ってねえぜ。焼き鳥食わなきゃ。冷たくなってんだろうな。俺の焼き鳥。焼き鳥どこ？焼き鳥。焼き鳥どこ？俺焼き鳥買ったよね。なんで俺の焼き鳥ないんだよ。あった。ああ、もう冷たくなってるわ。うわ。おい、さくらんぼ、プニスケ、ミュール、アキさん、ゴンタ、ワドッツ、焼き鳥食います。ああ、もう、カッピカピだね。うん。うまっ。タレ派。塩とか嘘つきだと思ってるもん、塩食うやつ。タレの方が100%うまい。焼き鳥は塩だよって言いたいだけなの。焼きそばにビールと一緒のやつだよ。焼きそばにビールと全く一緒。焼きそばよ、ビールで焼くとうまいんだなぁ、なんつってさ。バカじゃねえの、こいつみたいな。焼き鳥は塩なんだよ。ビールで焼きそば作るとうまいんだよ、つって。ちょっとからし取ってくれる？おでんにはからしだよ、みたいな。味覚音痴だよ、全員。タレ以外ありえない。焼き鳥を塩で食うやつ、ビール、焼きそばビールで焼くやつ、おでんにからし入れるやつ、全員信用できない。うん、からしってうまい？うまいと思ったこと一回もないけど。あ、それと同じだな。
な、まずからしをつける食材がない、俺の中では。からしつけてーって ならない。いや、最近でもね、うなぎに山椒なるものありだなって思うようになってきたもん。山椒ってありじゃんって。うん。おでんにからし。いやー、春巻きにからしなんかもう、ぶっ飛ばすね、俺。子供がそんなことしてたら。子供がそんなことやってたら引っ張ったくね。食べ物で遊ぶな何やってんだつって。我が子だったらね。食べ物で遊んじゃダメでしょ、うん、肉まんにからしはわかんない。肉まん食いたいな。なんだろう、この久々に楽しめたな、配信。配信つうか、プラモがめちゃめちゃ楽しかった、俺の中で。すげえ楽しかった。びっくりするわ。こんな楽しいものがあったのかっていう。うん。スイカに塩かけるやつもよくわかんないね。正気なのかなって。塩かはどつ、あ、でもスイカに塩はわかるな。それはわかるな。ちょっと俺が今暴言吐いた感じだったね。うん、スイカに塩はわかるわ。あ、キーボード編。何でもエヴァンゲリオンに例えられるからね。エヴァンゲリオンでこんなシチュエーションってあるのって振ってくれたら全部できるよ、俺は。卵に塩、マヨネーズでしょ。うん、ねえって、こんなシチュエーションのエヴァンゲリオンってどんな感じとか振ってもらえたら全部できる。全部できるよ、俺。多分ね。やったことないけど、長渕で何でも歌えるのと同じノリだと思ってるから。全部できる。カービィ可愛いでしょ？うん。昨日ローソンで買っちゃったんだよね。ホイミンがちょっと、くたってるな。疲れてる、今日の。天才だからね。あ、ご飯に塩かけるのは2だよ。分かってるやつだと思う。俺はかけないけど、うん、エヴァンゲリオンのお化け屋敷やってみようか。うん、エヴァンゲリオンのお化け屋敷か。おー、エヴァンゲリオン、あ、いいね。なかなか難しいところ行くね。うん、うん、うん、エヴァンゲリオンのお化け屋敷ね。うん、考えとくわ。考えとく。うん、リアトツのやつってまだやってますか？やってますよ。エヴァにドラえもんが現れたら、ドラえもんが持ってくでしょうね、多分ね。それも考えとくよ。それもちゃんとやるから。できないわけじゃないんだよ。
すごい面白いのあるんだけど、考えとくよ、うん、そうなんだよね。エヴァ自体がホラー要素だから、あれすごい怖い話だよね。あ、でもエヴァンゲリオンまだ1話から見てえな、ほんと。うん、1話から見たいね。お疲れ様です、ジャスティスさん。どうもどうも。ソルティードッグは多分苦手だと思うよ。辛口なのね。ジンベースじゃなかったっけ、ソルティードッグって。ちょっと待って、ソルティードッグ、あのね、基本的にのんちゃん覚えておいた方がいいのはウォッカベースか。うん、うん、ソルティードッグまあ美味しいけど、ウォッカベースでグレープフルーツ割りだから、多分ね、のんちゃんはね、ジンベース、ウォッカベースとか飲めないと思うんだよね。その、まだ早い感がすごい。うん。それが飲めるようになったらお酒飲めるよ。目玉焼きには、目玉焼きを食ってないな最近。目玉焼きは醤油だろうね。まあ醤油だな、どう考えても。飲んでみるのが一番いいよね。合うか合わないか。お酒は、なんつうんだろう、お酒はもう慣れるしかないからな。ひたすら飲んで慣れてくっつうか、飲めないもんも飲めるようになってくんだよ。ひたすら飲み続けるしかないよ。俺も飲めなかったもん。みんな飲めないんだよ。タバコと一緒だよ。なんでこんなの飲むんだろうっていうところから始まる旅だから。まあ、うむな、耳が。タバコみたいなもんだよ。ワイン、俺もワイン、日本酒飲めないね。蒸留酒じゃないと飲めない。悪酔いする、ワインとか。そう、体勢なんだよね。ヘビービールもあんまりよくわかんない感じな。米だね。俺基本的に酒飲みたいっていうのない。ビールはね、運動した後にある日突然喉越しってわかるんだよね。運動するの、もしくは労働をするんだよ、肉体労働で。ある日突然喉越し、一口目のビールがやばいの。あの、キンキンに冷えてやがるかわかんないよ。ふぅーっつって。ふぅー、やばいっつって。そう、喉越しなんだよね、あれは。一口目だけだよ。そうっすね、なりきんさん。うん。なんでですか？でも、ジントニックとか普通にうまいけどね。
まあ酒のことは俺に聞かない方がいいよな。酒あんま好きじゃねえから。そうだね、ビールは喉越しだね。喉で飲むっていうのは有名な話だから。喉越しだけで飲むようなもんだからね。ずっとビール飲めなかったのに夜勤明けの一杯で。そう、一杯だよ。一杯っていうか一口だよね、ほんと。本当のこと言うとさ、もうほんと、あの、グラスあるじゃん。ミニグラス、ビール瓶の。あれで食いだよね。エヴァンゲリオンにビールは、ちょっともう、なんかもう、エヴァとか、もう、本当に嫌だね。もうなんかもうエヴァの話されると本当にイラッとする。愛入れないものが多すぎる。どうなんだろうな。いや、なんかみんなが嫌ってる理由と俺が嫌ってる理由は別だと思うよ、多分。なんかみんながドレさん嫌いって言ってる理由と俺が嫌いって言ってる理由は多分違うような気がする。はい、ワードツー。ナンバーさんいらっしゃい。風船5個ありがとう。なんだろうね。なんか多分みんなが嫌いって言ってるのは配信者として嫌いなんじゃないのかな。どうなんだろう。なんつんだろうな、そこ難しいよな。コーヒー牛乳だね、俺は。風呂上がりは全然コーヒー牛乳。めちゃめちゃうまいよね、コーヒー牛乳は。コーヒー牛乳以外ありえないと思ってるな。フルーツ牛乳もまあ嫌いじゃないけど。ね、別にビールの喉越しとか知らなくても生きていけるからな、全然。タカさんいらっしゃい。若月。いいね。ありがとうってなんか気持ちいいね。若始め。嬉しいね。あ、ドラクエ変わんないっすね。なんだろうな、今ドラクエやるのは普通だと思ってて、なんか後でできることってあるじゃないですか。あ、でも今しかできないのかな。なんだろう、ドラゴンクエストはもう終わったんですよ、僕の中で。8で終わったんだよね。もう7で終わってたんだけど、8でやっぱりドラクエいいなっつって感激したんで、9も10も11もないんですよ。多分ね、7とか5を超えることはないと思ってて、それは年齢的な問題で、そう、ドラゴンクエストを楽しめない年齢になってると思ってて、で、5、6超えるかっつったら超えてないんだよな、やっぱ。9も10もやってないからね、何とも言えないけど、ドラゴンクエストじゃなくなってるんですよね。
セブンは圧倒的にもうなかったよな。あれセブン作ったやつどんな神経してんだろうな。まあドラクエはいいかな、もう、うん、逆にドラゴンクエスト3とかを配信でやりたいもんな。ゲーム自体に興味がないよね、今ね。ゲームをやりたいっていうのが起こらないかな。あ、エリちゃんこんばんは。久しぶり。うん。おやすみ。またフライテール。カレーに醤油かける人、ソースかけるのはわかるんだよな。醤油かけるのはわかんねえな。あと、お好み焼き定食否定派だったんだけど、お好み焼き屋さんで働いた時にお好み焼き定食はありなんだと思ったね。炭水化物かける炭水化物はやばいよね。お好み焼き定食、うん、あれは許せなかったんだよ。関西の人ってだっておかずで食べるんでしょ、お好み焼きを。関西はあれだよね、安くてうまいもん作ったら天才だよな。ほんと日本で一番安くてうまいもん食える場所だよな。ほんとにうまかったもんね。大阪は、関西っつうか大阪だよね。びっくりするよね、飯の安さとうまさは。あの徳川秀、うん、徳川家康と豊臣秀吉のご飯を比べると、東京の人とあの大阪の人の食に対する貪欲さがわかるみたいな。プリンに醤油わかんない。ウニみたい。ウニ食えよ。何な、なんかね、食べ物を食べ物で例えるの嫌いなんだよ。アボカドをマグロみたいとかいうやつ、バカかよと思う。マグロ食えよって。わかる？すげえ許せないんだよね、俺。食べ物を食べ物で例える、絶対間違ってると思うんだよ。甘すぎなくて美味しいって。甘いもん食うな。脂っこ、意外と脂っこくない。お前は何を想定して食ったんだ。
もう許せないよ、食い物は。なんかね、例え下手なやつが例えるとイラッとするんだよね。何々みたい。バカか、バカなのかな。シチューには、だから、そうなってくるよな。だからね、シチューには本来パンなんだよ、絶対。だけど日本のシチューってそのご飯に合うように作ってるじゃん。だから俺ね、そのシチューを作ってもらったんだよ、この前。だけどおかず買いに行ったっていう感じだもんね。だからスープなんだけどなっていう、そこもちょっとあるんだよ。はい、ラッキーさんいらっしゃい。そう、シチューをおかずで作ったよって言われたんだけど、いや、おかず買いに行くわっていう自分がいたんだよね。だからやっぱカレーもなんだもんね、正解は。カレーライスっていうジャンルがあるけど、あれはカレーじゃないんだよね。カレーライスっていう、食うんだよな。カレーって調理法だもんね。調理名っていうか、食に厳しいっていうか、なんだろう、こだわりがある。だからね、俺ね、うまい味噌汁を作る女は最強だと思ってて、うまい飯を作る女。うまい飯を作るってね、帰ってくる理由なんだよね、本当に。ご飯って大事よ、やっぱ。ご飯美味しいって。どんなに可愛くても、ご飯まずかったらなえるもんな、ちょっとね。で、食って、ご飯って、もう、下手とか作るの下手とかじゃないんだよ。愛情なんだよ。手間暇なんだよ、本当に。うまい飯作れる人ってね、やっぱね、工程を大事にする人だから。うわ、すげえ。こんなに目悪くなってんの、何にも見えねえ。何にも見えねえわ。やば。どんどん悪くなるな。やばいな、目。調理、例えばその、火力であったりとか火加減だよね。あと入れるタイミングとかがわからないから全部混ぜて全部炒めちゃうんだよ。全部一緒にしちゃうんだよ。違うんだよね。あ、長時間ミニ四駆か。それか、目薬さすか。なんかその火が通りにくい野菜を先に炒めるとか下ごしらえをするっていう概念がない人が多いと思うの、その料理が下手な人って。逆に料理がうまい人ってね、食材同じでも器具一緒でもうまく作れるんだよね。そう思うよ、俺は。お前の意見こそ相入れないが、お前っていうのやめてもらっていいですか、ナリキンさん。俺ナリキンさんのことナリキンさんって言っててさ、あんまり気持ちよくないですね。せっかくなんですけど、お前の意見こそ相入れないことも多いが、料理のうまい女性の評価は高いというのは同意する。あんまり気持ちよくないんで、別に俺よりすごいっていうのはいいかもしれないですけど、あんまりその萎えちゃうんで、お前っていうのやめてもらっていいですか。料理下手は味見をしない、まずくても出す。あ、それはあるね。下ごしらえ大事ね。下ごしらえと、あとはそのなんだろうな、でもね、気持ちがあればね、うまいものを食べさせたいっていう気持ちがあると料理ってうまくなるんだよね、不思議と。そこはあるから、俺は結構長い目で見るかな。
絶対下手なんじゃないんだよ。作り慣れてないだけなんだよ。うん、うまくなろうって人は絶対うまくなるから。だからその下手な人は下手だからね、ずっと意識がないから、自分が下手なのに気づいてないっていうか、下手な女の子より俺の方がうまいんだよね、料理。味は濃いけど。いや、格下に見るという空気を感じるっていうか、そのマウンティングが嫌なんですよ。あの、本当にすごい人って、なんだろう、本当にすごい人っていうか、別に成金さんがどんなあれか知らないですけど、どこで何やってるか。例えば俺、成金さんから1円も別にもらってるわけじゃないんですよ。で、あなたがいくらどこで稼ごうが、どこで実績を出してようが、どれだけ部下がいようが、ね、あの、俺には関係ないことじゃないですか。金持ちの人とかがよく落ちりやすいのが、金持ってるから偉いとか、俺は社長だから偉いと思ってるけど、それ社内だけなんですよ。世間一般常識的に考えて。で、俺のスポンサーであったり、俺の花火師さんだったらまだ100歩譲って分かりますよ。お前っていう権利あると思う。でも、あなたから多分僕アイテムもらうこと一生ないでしょうし、それでフラットに、付き合えないんだったら、ちょっと気持ちが悪いですね。いや、別にそれでいいと思いますよ。うん。気分が悪いっていうのは、あんまり俺は付き合いたくないんで。うん。で、別に腐るほど配信者いるわけじゃないですか、今。例えば、ふわっちだったら287人いるわけでしょ？なんでわざわざうちのところでさ、お前呼ばわりしに来るか。あなたのストレス解消で僕放送やってるわけじゃないんですよ。うん、あなたがさ、会社なり仕事なり社会なりで認められなくてさ、で、うさが溜まってて、俺のところで晴らされても俺は困りますよ、正直。うん。100歩譲って、もしやかるとか、マウンティング仕掛けてくるんだったら、だったら、あれなんじゃないの、うん、花火投げるのが礼儀だと思うけど。うん。あなたに限って言うならね。うん。あんまり気分は良くないですね。お付き合いしたいと思わないです、正直。あー、コロッケか、うん、それがまあ俺の正直なところかな、うん、いや、アンチじゃないのは分かりますよ、来てくれてるんで。でも、なんだろう、あんまり気持ちよくないっすよね、うん、まあ笑えないよね。うまい酒飲めるかっつったら、あんま正直分からないっていうか、例えば絡みたいか、何かあった時相談したいかと思ったら相談はしたくないです、あなたに。スープカレーはありですね、僕は。だご飯には合わないと思う、うん、まあ他のリスナーも見てて気持ちよくないよね、うん、年齢が上なのか年収が上なのか何なのかは知らないですけど、うん、あの気分は良くないよ、うん、100歩譲って俺があなたにそういう態度をとってるんならわかるけど、俺はそういうの嫌いなんですよ、うん、それこそヤンキー文化っていうか、うん、申し訳ないですね、なんか、うん、あー、一匹狼ね、うん、一匹狼でもさ、でもなんだろう、リスペクトは大事だと思うよ。俺、年下でもリスペクトするようにはしてるけどね、うん。年下でもさ、例えば年収下でも学歴が下でも、なんか嫌なんだよね。で、ネットだから許されるっていうのが、俺は間違ってると思ってて。だって、ネットでも人と人じゃん。成金さんは成金さんで、俺は俺じゃん。で、なんだろう、確かにその何かしらで下だと思われてるんだろうけど、フェアじゃないよね。俺はあなたのことを何も知らないで、で俺は全部さらけ出してるわけじゃん、うん、いや、だから結局そうやって自分の意識を保ってるんだと思うんだけど、俺はあんまりそういうの好きじゃないんだよね、正直、うん、
一匹狼気取ってるんだったら配信見ないと思うんだよ。寂しいから見てるわけじゃん。俺は寂しいから放送やってる部分もあるよ、正直。はい、スーさんお疲れっす。顔を出してこれで生きてる人っては立派だと思う。立派ではないでしょ立派ではないと思うけど、うん、あ、まあね、数字的に言ったらそうだけど、でもその数字の部分って嫌なのが、俺別に数字が過疎だろうが、多分1000人になろうが1万人になろうが同じことを言うと思うの。なんか数字に左右されてる人が嫌だっていうのが、そのドレさんと喧嘩した部分の根幹の部分なのね。要は過疎の時の態度と、大手って呼ばれるようになって大手に実際なったと思うんだよ。でその時に態度がコロッと変わったわけでしょ。だからそういう人間嫌いなのよ。要は金掴んでもそういう人間なんだよ、ドルさんは。金とか閲覧とか。だからね、結局それで失敗してきたんだと思うんだよ、俺。正直言うと。だから生主やってるんだと思うの。だから周りが、から人がいなくなったんじゃないかって。俺の予想ね、勝手に。うん、でもそういう人間はね、やっぱね、人離れるよ。うん。うん。で、違う、コメントすることで自分を保ってるっていうんじゃなくて、一匹狼だって言ったじゃん。うん。その、そういうコメントして自我を保ってるっていうわけじゃなくて、一匹狼だって言ってるけど、放送が好きな人で一匹狼っていないと思うよって言ったの。一匹狼だっていう、その、のを言い聞かせてるだけでしょ。これ聞いたら怒られるかな。おあさん嫌われ者ランキングに入ってみたら、それについて伺いたい。いや別に何にもないかな。うん、あのね、っていうのも俺1位になるの大体予想してたんだよ。多分俺だろうなと思ってて。一貫性がないっていうのはどういうこと。何が？ボンはどつ？あのね、っていうのも、有名な人ほど好きな人と嫌いな人がいるんだよ。だから、票の数とフォロワーの数で割らないとフェアじゃないと思う。割合で言わないと。例えば、100人しかフォロワーがいないのに1票入ってるやつと、1000人フォロワーがいて10票入ってるやつだったら、嫌われ度は俺イコールだと思うの。理論的に言うと。わかる？要は100人に1人が嫌い。こっちも100人に1人が嫌いじゃん。で、俺が十何票入ってトップに入ったのは、まあ確かに利率は高いと思うんだけど、うん。うん。コメントしてたもんね、ランキング。俺見てたよ。潜って見てて1位って言われた瞬間に、あ、やっぱりなと思ってコメント打ったの。おい、つって。そこが違うんだよ。また、これがまた仕事となるとワンマンでまさに一匹狼なんだわ。なかなか君のように思うようには世間は動いてないのな。どういうこと？俺が言ったのは、あなたが一匹狼だって自分で言ったでしょ。じゃあ、うさを晴らしに来てるってことでしょ？ここで。放送で。ここでっていうか放送界全体で。っていうことは、あなたの生き方っていうのが自分で肯定できてないから放送を見たりして、誰かにマウンティング仕掛けたりとか、上から目線になることで自我を保ってるんだよ。わかる？仕事でうまくいってないからなんだよ。俺から言わせると。俺はそういうことを言ったの。で、君の思うように世間は動いてないのなって、俺は全然世間なんて俺の思うように動くなんて思ってことないよ。俺は正直。だから毎日戦ってるんだ。自分を適応させたりとか、もしくは自分が力つけて、こう、自分の思うことっていうのをできるようにしたりとか。俺別に世間が思い通りに動くなんて思ってないよ。でも、俺が言ったニュアンスだと、仕事でワンマンだっていうのは、そうだろうね。あなたの生き方を見てる限り。だからあなたは実社会で不平不満が溜まってるから、ね、そういうことをしてるんじゃないのっていう指摘をしたのよ、俺は。わかる？うん。あなたの憂さ晴らしのための放送じゃないよって言ったのはそこなのよ、俺は。うん。
社会で認められてる人はそんなことする必要ないんだって。あなたじゃあ部下に対してそういう態度を取れるの？取引先の相手にお前さとか言うの？言えないでしょ、うん、っていうことはあなたの生き方間違ってると思うよっつったのそこなんだって、うん、要は自分に嘘ついてるからそうなるんじゃないのっつってんの俺は、うん、そうそう寂しいんじゃないかなっていう。いやいや、自分は大学生ですけど、普通誰にでもさん付けするのが常識です。まあそうだと思うけどね。さんまでいらないけど、俺は和道って名乗ってるわけだから、和道さーでいいのにさ、わざわざ1個目のコメントで何をしてくるかっていうと、お前の意見こそ相入れないことも多いがっていう前振りいらないんだよ。料理のうまい女の評価高いというのを同意するわ。普通に会話成立するじゃん。あ、確かに料理のうまい女性って評価高いよねって、それでいいのに、お前の意見こそ相入れないことも多いがっていうマウンディング、要は俺の方が上だしお前とは考え方全然違うけどって、この前振りいらないんだって。だからこういうことを見てる限り俺はこの人うまくいってないんだなって思っちゃうの。だからその他でやってくれっつっての憂さ晴らしを。そんなに重くないんだよ、ワド君。こんなことで自分を保つとか生ぬるいこと言ってたら潰れちゃうのよ。何が潰れるの、うん、何が潰れるの。だからそれはあなたの都合だから、うん、それはあなたの都合なの、うん、俺の都合じゃないのよ。そんなことでうさが晴れないのもあなたの生き方だし、そんなこと生ぬるいこと言ってたら潰れちゃうっていうのはあなたの生き方なんだよ。だから自己責任を負えてないよって言ってんの。あなたがいくら稼いでるのか、どの社会でポジションなのか、俺は知ることはできないから。あなたと友達ではないから。でも、まあ、まあ、自分で多分すごい実績を出してるっていうふうに思ってるから、俺にお前って言ってくるわけでしょ。それをやめてくれって言ってんの、俺は。ただそれだけなんだよ。うん、あなたから金をビタ一文もらってないし、付き合っても得がないのは事実なんだから。違う？客でも何でもないっつってんの。クレームはせめて金払ってから言えばっつってんの、俺は。別に、俺と相入れないんだったら放送見なきゃいいんだから。うん、愛入れる人を探しなよ。俺言ってること間違えてる？成金さん、うん、腐るほど生主いるんだから愛入れる人を探しなって言ってんのよ。別にあなたの生き方は知らないから。申し訳ないけど、成金さんすげえっていう人を探せばいいじゃん。俺はそういうふうに思うけど、ミニオン企画、ありがとう。次回もやるよ。まだまだ完成してないから。いや、言わないとわかんないんだよね。言わないとダメなんだよ。そう。嫌なことは嫌って言わないさ、うん、まあ他のね普通に見てくれてる人には申し訳ないけど、だからあなたは猿芝居のつもりで見てるかもしれないけどさ、あなたは別に必要ないっつってんのよ。わかる？猿芝居見たきゃ他行きなさいっつってんの、
わかんないかな。遊びでやってんじゃねえっつってんの。はい、ピピいらっしゃい。わたつ。だから、猿芝居だと思ってやってる人いっぱいいるんだからさ。見に行きなよ。うん、真面目だよ。仕事でやってんだもん。うん、だからそういう人間性なんだよ、プニスケさん。そう。しないのはなぜでしょうか。人格否定はしてないからな。反対意見として捉えてるから。だからこれでお前みたいなバカがとか人格否定のコメントがあったらブロック入れますよ。うん、ブロック入れる、正直。ただこの人は今真っ当に自分の意見をぶつけてきてるでしょ、うん、だからそれは聞くに値すると思ってるよ、反対意見でも。うん、あのね、世界なりきさん、いつも言ってるんだけど、情熱大陸を面白いと思う人とつまらないと思う人、世界の車窓からをつまらないと思う人、面白い人っているんですよ。で、面白くなかったら別のところを見るっていうのが普通のことなの。うん、そうそう、礼儀がないなとは思うね。うん、いい仕事だな。僕もそう思います。最近そう思えるようになってきました。今日はウナの枠でもアンチすごかった。まあ、ウナの枠はウナの枠だから。夏だからね。マユタム、ハートありがとう。私にチャンスをください。ほう。どういうことでしょうか。いや、わかんないよ。だから、その、面白いか面白くないかって主観じゃん。見てる側が選ぶことじゃん。で、俺は俺で、ね、一生懸命やってるわけだから、つまんないと思うなら他行くしかないんだよ。うん。つまんないのに見るって言われても困っちゃうよ。でももっと面白いことやれて、面白いと思う番組見に行けよって話だもん、うん、だから俺は俺でやってるから、うん、あなたはあなたでやりなさいよ、うん、すごいな。だったら世界のナリキンさんがもっと面白いことできるんだったら放送主になればいいじゃんでしょ、うん、うん、ああ、そうだったんだ、前玉。ありがとね、来てくれて。あなたの、例えばその、あなたはただでパフォーマンスを見たと。ストリートパフォーマンスを。お前ダメなんだよ。全然なってねえよ。つまんねえんだよ。って言って毎回来られても、もう迷惑なんで帰ってくださいって言われるでしょ。金も渡さない。パフォーマンスを見て。つまんないんだったら見に来なきゃいいじゃんって話だ。向こうにストリートフィニッシャーいっぱいいますよって。270人いるんすから、他行ってくださいって言ってんのに他行かないの。で、君はエンターテイナーとしてどうだよって言われてもさ。うん。もう勘弁してくんないって。周りの人迷惑なんでって。うん。で、そんなにエンターテイメントとして面白いこと俺はできる。お前よりできるって言うんだったら生主やればいいんじゃないですかって思うけど、この前の配信見て、あ、ありがとうございます。アンチもファンの一人じゃないですか。俺はそうは思わないね。うん、うん、なんでかっていうと、こういうね、人にクレーム、例えばね、よく言うんだけど、牛丼屋さんに入ると、あ、牛丼くれよ、つゆだくで、うん、クソまずいな、この店、ゴキブリいるし汚ねえな、なんだお前の服汚れてんじゃん、洗濯もしねえの、客層悪いな、惨めだな。お前、うまい飯も作れねえのかよ。で、散々言って食いながら。すいません、お会計お願いします。つって。こんなまずい飯に金なんか払えねえよ。じゃあな、って。警察呼ぶよね。うん。うん。いらない。ただのゴミ。うん、犯罪者。泥棒、うん。クレーム以下なのよ。だから金払ってからまず言え、つっての。言いたいことを、もし、やかるんだったら、文句あるんだったら。正しいでしょ？でしょ？
俺タダでやってるよ、みんなに楽しんでねって。でもしよかったら、面白かったらチップ投げてよってお願いしてんの。それで生計を立ててんのよ。でまあこういうさ、人の文句に指図するやつってフォローもしてなければアイテムも投げないで、上から目線邪魔だよね、はっきり言って、うん、だからアンチもファンの一人なんじゃないですか。俺はそうは思いません。生産性が何もない、うん、ありがとう、花火ありがとう。そう、マナーを守るから。で本当にファンだったら、本当のファンチだったら花火投げながら文句言うよ絶対、うん、分かりやすすぎるでしょ。そう、それを分かってないでやってるってことは、社会でそれなりなんだって。絶対に金は掴んでるかもしれない、地位も名誉もあるかもしれない、でも慕われてはないと思うよ、うん、人間性だから。はい、わだつ、サボさん久しぶりかな、うん、わだつ、俺はそういうの嫌なんだよね。ただで見るんならただで見てもいいけど、気分を害すっていうのは良くないよ、うん、で自分の生き方には自分で責任も持ちなよって思うの。ドクターストップ中だから、お仕事復帰できたらアイテム投げる。ワトさんごめんよ。はいよ、うん、じゃあ全員に投げろとは言ってないから、俺全員に投げろなんて言ってないの。楽しんでもらったらそれでいいのよ。ただ楽しむ気がない客は笑わせることは無理だから、うん、笑う気がない、冷やかす気、マウンティング仕掛ける気、見下す目線でもうこの枠に来た時点でもう俺の放送では笑えないのよ。ありがとう、初花火ありがとう、マユタム花火ありがとう。そう、和道の枠楽しいなと思って来てる人しか楽しませることできないから、初花火ありがとうねマユタム、うん、でしょ、うん、バカにする気で来てね、舞台に。だから最初に金を払ってればもうフィルターになるのよ。バカにする気だったら金払わないから、だからバカにする客って来ないの。でもね、ただだから来ちゃうのよ。ちょっと冷やかしてやろうって、うん、初花火は嬉しいよ、いっぱいいるんだよ。アイテム絶対に和道に投げないって断言してる人がいたの。いや俺は和道好きだと、でお前のこと支援したいと、好きなんだと、本当なんだっつったので、その時に、あいい、初バーガーありがとう、のんちゃんありがとう。でその時にね言ったの、ふわっちの運営が嫌いなんだと、半分取られるのは嫌なんだと、和道に 100% 取ってもらいたいって言われてたの。でその人が3ヶ月後花火投げてくれたんだよ、20-30発。お前が初めてだって、お前には投げようと思ったっつって、何ですかっつって、でそしたら和道言ってたろって、ふわっちがあるから俺は食えてるんだって、だから運営さんがいいんだって、それを信じようと思ったって言ってくれて、でふわっちがなければ俺も食えなかったんだよ。だから運営さんもうまい思いしいいと思ってる。だから 50-50 なんだって話をして。で、さらに言ったら、運営が半分じゃなくて、運営は50人近くのね、人を雇ってると。で、ツイッターにも告知流れてるじゃん。配信者関連のツイッターだったらさ、一回ふわっちの CM 見たことあるはずなんだよ、プロモートツイート。かくんおはよう。うん。だから、俺は、なんつうんだろうな。そういうのは大事にしてウィンウィンでやっていきたいっていうのを受け止めてくれたリスナーさんがいて、すげえ嬉しかったよ。 100% もらうじゃないんだよ、やっぱり。俺だってさ、身入りがさ、例えば50万先月もらったわけじゃん。それが100万だったら美味しいけど、でもふわっちっていうサイトがあるから俺が食わせてもらってるんだよ。初アイテムありがとう、バカ10個ありがとう、ブニさんありがとうございます。そういうのは大事だと思うよ、なんかこう調和っつうか、俺さえ良ければいいんだっていう考え方はね、若い時で十分だよ。それじゃ社会回んないし潰れるから、うん、初ありがとうございます、うん、別に俺は自分がすげえなんて思ってないんだよ。俺これもう何回も言ってるんだけど、俺はすごいと思ったことはないと。俺はフラットな目線でいろんな人と付き合ってんの。
成金さん聞いて。俺は対等の目線で対等に話してんの。で、少なくともさん付けは必ずしてる。人間関係ができるまでは。でね、あなたが上から見てるから、俺が対等な目線で話しかけてくると生意気に見えるのは、あなたが上から見てるからなんだよ。あなた方が。俺が生意気に見えるのは。ネットなんだから対等にフラットに話しましょうよ。僕会ったことないんすもん。どんな人かわかんないっすよ。歌舞伎町の芝居におひねに何度も慣れてるが、それはだから歌舞伎町の役者にでしょ？その程度の紙芝居の使いなら持ち合わせてないんだよな。だったらあなたはここにいるべきじゃないでしょ。歌舞伎町の役者に、ね、投げてるんでしょ？だったら歌舞伎町で言いなさいよ。俺すげえだろって。歌舞伎町の役者に、芝居に。ここは歌舞伎の芝居じゃないんすよ。で、みんな気持ちで投げてるんですよ。この放送はバーガー投げてくれてる人で成り立ってんの。その人たちに失礼だよ。あなたが言ってることは。うん。そんなに歌舞伎町の芝居が面白いんだったら、今すぐ歌舞伎町の芝居見に行けばいいじゃないですか。ここが嫌いなら。金払う価値がないんだったら見るべきじゃないっすよ。うん。あなたがやってることは失礼だよ。やっぱり。うん。どう考えても失礼だよ。うん。あ、え、俺初アイテムだったの、サボちゃん。俺アイテム投げなくてごめんね。カー君待ってるわ。カー君待ってる。あの、タミヤの T シャツかっこよかった。サイズは3種類。サイズはね、いろんな種類があって、白、黒、赤もあったし、6000円で素材がいいやつで、赤とかいろんな色があって、パーカー1万5000円で売ってたよ。パーカー欲しいと思ったけど高かった。初ではないけどハート。いちごさん、ハートありがとう。歌舞伎？あ、歌舞伎町じゃなくて歌舞伎？はいはい、すいません。いや、いいよ、ORG さん。この人は投げないから。この人は、お前にその価値はないって言い続けるだけの人の。うん。配信向いてないんだよ、この人は見るのが。うん。で、あなたが求めてるラジコンになるために配信する気はないです。うん、はっきり言って、あなたがいくら投げようが、成金さんがいくら投げようが、あなたのラジコンになる気はないです。で、もし、投げる気がなくてつまらないと思ってるんだったら、他の枠を見なさい。それが俺の答え。高谷はどつ、うん、猿芝居だろうが紙芝居だろうが楽しいと思ってる人に対して失礼だよ。少なくともここにいるべきではないと思うよ俺は、うん、北朝鮮またミサイル撃った。今撃ったの。しょうもねえな。突するか。アイテム投げないからグッズ買う。ありがとうございます、うん。挑戦ハートありがとう。マキルーハートありがとう。北朝鮮ミサイル。しょうもねえな、ほんとに。29。いつ投げ、もう。大丈夫なの？うん。はい、ロクちゃん風船ありがとう。人の人生に指図していいのは、俺は飯を食わせてるやつだけだと思ってる。うん。人の人生に指示を出していい人間は、アドバイスをしていい人間は食わせてる人間だけだよ。正確に言うと食わせてる人間ね。だけど、アイテムでも言う権利あると思うよ。仕事の話？いつ暇？仕事の話。何分ぐらいかかります？何分ぐらいかかります？時間的に。その、要件の分数。かくん。分数を教えてもらいたいかもしれない。5分で済む話だったら、今、音切ってもいいし。放送に乗っけられない話でしょ？できれば放送に乗っけられない話は、あれなんだけど。どうなんだろう。ふみこ。ふみこって誰？それわかる。ふみこって誰だ？それわかる。ふみこ。ふみこ誰？ふみこって誰？どこのコメントのリプだかわかんないな、落ち着いてくれよ。
興奮させてしまってすまんな。落ち着いてくれよ。ちょっとよくわかんないですね。今井絵理子に伝突。間違ってのりさんに突。余裕を持って1時間弱。で、電話じゃダメなんですか？会う感じですか？仕事の話。余裕を持って1時間ぐらいか。飯食う感じですか？放送は NG ってこと？仕事の話。仕事の話。仕事の話。いや、俺はできれば全部オープンにしたいっていうことを言ってて、飯食わせてもらってるからあれなんだけど、飯すげえおごってもらってんのよ。よくしてもらってんのよ、かーくんに。でも、ほら、この前のさ、ドレさんの件から俺、億稼ぐときから、なんつうんだろうな。あのね、なんだろうな。ちょっと待って。いや、聞いてみたいっていうのと話せないっていうのはある、商談にはあるからわかるんだけど、あのね、多分ね、放送に会ってくれたらありがたい。放送は全然いい。あ、そうなの？あ、じゃあ OK です。じゃあ OK です。いつでも。っていうか、今からでもいいですよ。放送していい話だったら、俺は全然聞く。むしろ面白いし。むしろ、かーくんね、放送に乗っけるんだったらいくらでも聞く、いろんな話。むしろ聞きたい。仕事だから、俺の。で、俺が、それ放送外で聞きたかったって言わせたら勝ち。かーくんの。ごめんって、かーくん、それ放送外で聞きたかった、めっちゃ儲かるじゃんって言わせたら、かーくんの大勝利。俺そういう時たまにあんの。これ放送外でしょっていう。今徳島にいる。あ、了解っす、了解っす。じゃ放送乗っていいんだったら全然、僕は。そう。本当に儲かる話はオフレコでやるっていうのが基本なんだけど、でも、ほら、俺これ仕事じゃない。人生を、いや、あのね、で、放送に乗っけられない話は、マジで1時間3万円払ってもらうっていうのは腹くくったから、で、どんなに良くしてもらってても、そうしないとダメだと思ってんの。じゃないと、放送外で聞いて、ダメだと思った時に、ロスがすごいのよ。自分の精神的な。だから、それ徹底してんのも。放送外で会う時は、時給3万円、誰からでももらうっていう。それが自分の今の考えなんで、放送乗る話で、乗って OK だったら、どこでも何でも全然聞く。むしろ、今でも聞く。電凸かかってきたら。電話でよかったら、LINE でよかったら、今、聞きますよ。1時間全然割きますよ。会った方がいいですか？ありがたい。会ってくれたらありがたいって言ってるから、会った方がいいのかな。楽しみにしてよ、じゃあ。普通に放送した方がリスナーさんの意見も聞ける。すごいね。相談料を必ず取るようにする戦略を取ってる人よく聞きますね。客層が、あ、相当良くなる。これ事実だよ。俺、ネットワークビジネスやってた時に、ネットワークの勧誘をするじゃん。その時に、俺、金取るようにしたの。めちゃめちゃ良くなった。むちゃくちゃでしょ？あ、了解です。会って話しましょう。じゃあ。のね、ネットワークビジネスの勧誘なのに俺、金取ってたんだよ。めちゃめちゃ成約率上がったし、めちゃめちゃ客層良くなったし、そっからブレイクスルーしたの。バーンって広がったの。要は、俺と会うのに1時間1000円払ってって。そう、2000円まで上げたかな、最終的には。で、1日10件アポだったから、1日2万とか入ってくんの。じゃないともう会いたくないっつって。それくらいの価値の提供はしてるわっつって。で、それ以外、それも払えないっていう人だったら興味ないから、他の人にアポイント回してっていうようにした。すげえ良くなる。それ事実だよ。
相談料っていうか、もう、なんつうんだろう。ぶっちゃけた話、配信回してたら稼げるんですよ。もうタイミングマネーなんだよ。昔はそうじゃなかったんだけど、今マジでそうなってるから、もう安売りしたくないんだよね、正直。で、3万円取ったらぶっちゃけ、なんだろう、1時間3万円。別に、話が面白くなくても耐えられるっていうか、むしろ旨味を感じるの、自分に。ずっとそれ人生やってたら億万長者になれるから。目的と一致してるから。ね。どんなに、ああ、全然つまんなかったな、って思っても、あ、でもまあ、1億円に近づいてるから、全然、道逸れてねえや、と思えるんだよ。そこなんだよね。うん、そのくらいの価値のある放送をずっとしなきゃいけないっていうプレッシャーもあるし、自分の中で。それがいいと思ってる。自分の中で。で、放送もあるんだったら、まあ、なんつうんだろう。いいじゃん。リスナーさんも楽しめるし。仕事につながってるっていうか、無駄にならないから、どんな配信だろうと。経験になるし。結構だから、シビアよ。うん。なんかこう、それで離れてった人もいるわけだから。うん、100人ぐらい減ったかんね、フォロワーね。まあでも、それで離れる人はもうね、しょうがないよ。排他的経済水域内ってなんだろう？排他的経済水域内？東京には落ちるんすか？仕事なんでやっぱりシビアですけど、楽しい話なんだよ。ああ、まあ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 。うん、全然全然。詳しい情報まだ分かってない。大丈夫か？大丈夫か北朝鮮。こんばんは。ゆまちさんいらっしゃい。それなんかニュース載ってるの？うん、あー、海にドボンって感じ。こんばんは、けいちゃん。いらっしゃい。っていうかね、あと、金を取るっていうのは、脳っていう力なんだよ。脳っていう力？うん。四駆できたよ。途中までだけど。防衛大臣今いないの？アメリカも武力行使否定しない。まあそうだよな。和道さんと一番最初に話したいのになるべく早くそっちに戻ります。ああ、それは嬉しいですね。了解です。うん。うん、200回以内ですけど、原発に落とされたらもうアウト。いや、アウトだよ。うん。まあ、死ぬときは死ぬよな。テレビ持ってないから速報わかんないんだよね。うん、夜中にやるのやめてほしいよな。ニュースゼロでやってる。あ、まあ25分経ってるならね。まあ非常識だよな。非常識っていうレベルじゃねえよな。もうほんと戦争する気満々なのかな。いやマジでね、俺思うんだけど、平成変わるの結構戦争あるからね。前から言ってるけど、天皇陛下変わるっていうのは戦争あるからね。第三次世界大戦、みんな腹くくっといた方がいいよ。いや、アメリカ大陸まで飛ばないよ。うん。いや、正直戦争した方がいいとか放置じゃなくて、その70年間平和だったっていうことが奇跡なんだよ。
で、もう俺は怒ると思ってんの、正直。小さい戦争なんか大きい戦争なんか。で、北朝鮮は日本に落とすしかないわけじゃん。まあ腹くくっといた方がいいよ、本当に。いつ何があるか分かんないから。毎日楽しもうぜ。日本にしか勝てないっつうか、アメリカに一矢報いるには日本をターゲットにするのが一番いいからね。いつから戦争あると思ってました？今回ほら、アメリカの大統領誰だっけ？誰だっけ？出てこねえな。アメリカの大統領。やばいな。トランプが決まった時かな。共和党政権と自民党政権でしょ。ありがとう。ごめん。トランプね。忘れたっつうかね、頭がボケてんだよね、最近。まあ、戦略的に見れば韓国とやるのが普通だけどね。だけど、韓国が戦争になったら、日本も流れるよ。日本に焼けっぱちの一発。要は、韓国が負けるわけないんだから。アメリカの後ろ盾があるんだから。その流れ弾で俺は日本に落ちる可能性があると思ってんの。焼けっぱちの一発で。要は、ロシアからの、ね、池と。ロシアからもう金もらってるわけじゃん。ありえるよ、全然。韓国とやるっていうのは分かってる。ただ、焼けっぱちの一発が日本に飛んでくる可能性は絶対ある。まあ、そこまでバカじゃないと信じたいけどね。ちょっとトイレ行ってくる。俺はね、アメリカとは軍事協定を結んでるわけでしょ？安保があるから。でね、ロシアとは経済協力やっとくべきだと思うよ。切っても切れない仲になっといた方がいいと思ってる。ロシアとアメリカさえ抑えたら中国が何しようが何もできねえんだから。はい、おやすみ。ミサイル撃つメリットってあるの？牽制でしょ？だってもう韓国さえ落としちゃったら日本なんて簡単にね、
攻め入れることできるからね。まあまあまあね、まあまあ俺らじゃどうしようもできない力不足だよな。一番怖いのはさ、アメリカが手のひら返しちゃったらもうアウトだからね、日本は。アメリカが守らないよって中国とかのさ、言い分飲んじゃったらもうアウトなんだよ、日本って。国内の軍属が続き、あ、もちろんもちろん。それはあるでしょ。戦争始まったら年金とか支給完全止まる。まあ止まるだろうね。でもね、あれでは戦争ってなんでやるのかっていうと、公共事業の要因がでかいと思ってて、俺は。だから一回フラットにするのに一番いいの戦争なんだよ、格差を。だから戦争ってなくならないのよ。だって強制的に徴収できるでしょ。だから、経済が行き詰まると戦争やってるっていうのはどこの国もそうなんだよ。だから日本は危ないと思ってんの。あのね、結局ね、右傾化してるのと、日本が一気に右傾化したのと、経済の流れって俺似てると思ってるもん。要はね、経済に不平不満があったりして、そういう風に流れてるっていう部分あると思うよ。ナショナリズムに。日本に打ったわけじゃなくて、海域に打ってるけどね。地球停止で国内パニック。いや、いやいや、戦争になったら全然あるよ。そうそう。まあ、戦争の話はやめようぜ。俺、専門家でも何でもないからさ。俺には何の力もないから申し訳ないけど。まあだけど俺はその平成っていうのがなくなるっていうタイミングでパワーバランス崩れると思ってるの。本当に。ああ、もうやめようぜ。ヘイリーさん、やめようやめよう。俺はあると思ってるだけでさ、そんなの俺らが話したところで別にどうしようもないんだから。次大地震がどこが来るか。ああ、いや、そういうのもいいや。占い師じゃないから、俺らは。やめようぜ。俺、こういう話好きじゃないんだよ、本当に。昔よくやってたんだけど、何にも生まれないし、何の得にもならないし。右傾化っていうのは日本のことね。最近ハマってるのは、だからさっきプラモデル作ってめちゃめちゃ面白かったよ。プラモデル作ったんだよ。いや、怖がらせることもね、一つのテクニックは。もうやめよ。本当にやめよ。戦争の話。くだらないっつうか、俺は好きじゃない、こういうの。餅は餅屋に任せましょう。旅どこ行く？今考え中かな。タミヤ行ってもう作り終わったよ。あ、まだ完成ではないんだけど、見る。よいしょ。ここにあるんだけど。今こんな感じだね。ビッグスパイダー。
んな感じの仕上がりになっております。1万4000円も使っちゃったよ、うん、大会とか行ってたんだ、こんな感じです。思ってたよりも多くなかったね。完成ではない、まだまだカラーもしないといけないし、いろいろパーツがまだ組み上がってない。素組みが終わってちょっとパーツくっつけただけで、で25年ミニ四駆やってるっていうリスナーさんがいて、アキさんって呼んだ。それ公式の大会出れないよっていうか、レースの幅に出てるからレース走れないよって言われて車検が降りないってリスナーさんに言われた、お前の車車検降りないぞって、はい、こんばんは。まいちゃんいらっしゃい。風船10個ありがとう。はい、あ、ごめん、1時間経ったんでアイテムタイムやります。もしよかったらお気持ちだけでいいんで、アイテムください。よろしくお願いします。2分間音楽流します。アイテムタイムやるの忘れた。よろしくです。まいちゃん風船9個ありがとうございます。はい、わかつかずみちゃん、アニメでトライダガー真っ二つにしたやつ。あ、そうなんだ、全然わかんない、おお、すげえな。チンアナゴ500個、チンアナゴ500個、なんだこれ。チンアナゴ500個ありがとう、すげえな。チンアナゴ500個ありがとうございます、すげえな。ファンタスティックチンアナゴありがとう。バーガープレゼントありがとう。マキルさんハート5個ありがとう。ミヤヤさんハートありがとうございます。サボちゃんパフェありがとう。あ、サボちゃん名前言うの忘れたね。サボちゃんチンアナゴ500個ありがとうございます。マユタムハートプレゼントありがとう。ありがとうございます、すげえな。チンアナゴ500個花火、100発プレゼントありがとう。ありがとうございます。マユタム風船10個プレゼントありがとう。ありがとうございます。はい、GK さんパフェありがとうございます。ゴールキーパーの GK さんご覧の番組は、アイテムをくださった皆様の提供でお送りしております。ありがとうございます。前玉ハート4号ありがとう、あざす。ねえ、うん、あ、でもなんかこう、プラモ、あ、風合わせありがとう、舞ちゃん。なんかこう、すげえ楽しかったね。配信はかそったりしたんだけど。ありがとう、風船60個ありがとう、前玉。うん。なんかね、こう、子供の頃に帰れたっていうか、すごい楽しかったね。うん、なんかいろんなものを作る枠っていいかもしれないよね。なんか、その配信やって結構長いんだけど、なんかいつも思うのが、俺が嫌いなタイプの人間って、何かが、俺自身がそれを心がけてるんだけど、普段言ってることとやってることと、ゴールの自分になった時にずれてないっていうのが、かっこいい人なんですよ。要は、多分、また矢沢かってなるかもしれないけど、多分だよ。矢沢永吉は、多分若い頃も矢沢永吉だったし、一郎も多分若い頃一郎だったんですよね。で、成功したからって変わってないんですよ。別に大きいなら大きいこと言ってていいの。で、数字が手に入った瞬間、お金とか閲覧とか、配信で言うならなんだけど、があった瞬間に変わる人間って俺すごい嫌なの。それって今まで嘘をついてたのってなっちゃうのよ。成長とは別でさ。アナゴ500個までなんだ。マックスアナゴだ。だからね。あ、クマモンのやつとかあるよね、今ね。おー、石野いらっしゃい。お疲れ。こんばんは、マコヤ。だから、その、これマンダラ的な生き方って俺言ってるんだけど、今ある形と過去
あ、未来か。未来、ある形、一緒の形をしていたいの。これ中身の話ね。だから、4年前の俺と今言ってることって、俺ほぼ変わってないっていうか、ほぼビタビタに同じだと思うんだよ。ただ規模がでかくなっただけの、形は一緒。でも大きくなったの。これが理想の生き方なんだよ。で、大きくなるために形を変えるっていうことは目的が違うっていう。あー、よくわかりましたね。宮台真司。そう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 。宮台真司が唱えていて、そう、マンダラ的思想って言ってるんだけど、俺これすごい正しいと思ってんの。自己矛盾がないんですよ、この生き方って。で、いつ死んだとしても同じお形を成してるから、過程も大事にできるし、目的も初心も全部完結してるの。ただ規模が大きくなっていくって。よくわかったね、モイストさん。そう、宮台真司、社会学者の宮台真司、橋爪大三郎さんの後輩であったりとか、あと小室直樹先生の最後の弟子って言われてんだけど、社会学者の。そう、マンダラ的思想っていう。俺はこれ、そう、宮台さんから学んだことなの。で、これをしなくなって、これを実践してから、すごい楽になったんだよね。なんでかっていうと、淡々に今の自分を楽しむかっていうことに徹底して考えられるから。まこやん、風船31個ありがとう。そう。今の自分の形を追求していけば、あとは、それがゴールと今っていう、ゴールとスタートが同じ地点に立ってるというか、矛盾しなくなるんだよね。生き方は天に愛されてないとできない気がする。その生き方は天に愛されてないと。キリスト教的だね、すごい。なるほど。一句は立つ。天に愛され、いや、天に愛されてないとじゃないんだよ。要はスティーブ・ジョブズがやった今日やるべきことは本当に正しいことなのかっていうのが矛盾しなくなるんだよね。スティーブ・ジョブズって毎朝起きて鏡見て5分間唱えんの。今日俺が今からやることは本当にやりたいことか、やるべきことかって。で、1週間それがノーっていう発言。いや、これ違うなって言ったら根本からやめる。要は、その、マンダラの形を変えなきゃっていうことをずっと実践してたの。根本からやめてたらしいんだよ。だからその毎日やりたいことやる、毎日やるべきことやる。やりたいことがやるべきことだ。で、規模は小さくてもいいからそこに向かってるかっていうのを再確認するって。だから、まあ、スティーブ・ジョブズも、そうね、ニューエイジで禅の思想とか取り入れてるけど、まさにそういうことなんだろうなと思ってて。なんか食えなくてもいいから、そう、配信で食っていきたいんだったら配信やってないとダメなんだよ。で、たまにね、俺、ビジネスやって思ったのが、未来一軒家を手に入れたいから、やりたくなくても、金の効率がいいからこの仕事やってるんですっていう若い子いっぱい見てきたのよ。車、フェラーリ乗りたいから、こういうことやってるんですって。要は、金だけが目的になってるんだよ。でもさ、それってさ、続かないんだよね、やっぱり。俺の考えだと。やりたいことじゃないから。伝わるかな？ジョブズっていろいろやってんだな。スティーブ・ジョブズは、そう、いろいろやってるっていうか、もともとヒッピーで禅をすごいやってるし、ヨーガとかもやってるよ。インドに旅したりとかして、持ち帰ったりしてる。だからスティーブ・ジョブズが、iPhone に一冊だけ本入れてたの。なんだっけ、ミニマリストっつってさ、物を持たない人で有名だったのね、スティーブ・ジョブズって。で、どれくらい完璧主義者だったかっていうエピソードにもつながるんだけど、スティーブ・ジョブズって家の家具とか服とか買えなかったことで有名なんだけど、スティーブ・ジョブズの部屋って異様なんだよね。はい、カナチンいらっしゃい。だから iPhone っていう完璧なデバイスが作られたんじゃないかっていう風に考察されてるんだけど、有名な写真があって、スティーブ・ジョブズの家ってこんな感じなんだよ。要は本当に気に入った家具しか買えない人だったから何にもなかったの。一生使えて一生向き合える家具しか買わんって決めてたから、20代か30代でこんな部屋に住んでたんだよね。そうそう、だからそれくらい完璧主義者だったの。いや、別にその、なんつうの、物を買うのが悪いとかそういう話じゃなくて、なんて言うんだろう。何の話しろ。そうそうそう、精神世界を具現化してる。だから、ボタンすらも排除していくわけじゃん。ボタンなんかいらないよねって。いらないものを徹底的に省いて、完璧な形がこれじゃん。
だから iPhone の模倣じゃん、全部スマートフォンって。世界初のスマートフォンだし、まあホームボタンはいるっていう判断をしたんだろうけど。で、スティーブ・ジョブズがいた時って、このでっかい、要はプラスっていうやつ作ったらダメだって言ってたの。で、俺使ってみて分かったんだけど、落とすし、片手で操作できないのよ。こっち側まで行かないの、指が。片手で操作できないとダメだって言い続けたから、あの小さい形しかジョブズが生きてた時は作れなかったの。ジョブズが死んだからでかいの出たのよ。うん。ああ、まあ前からアイテム飛ぶね。俺ちょっと今月100万いかないかもしんねえな。っていうか、ちょっと厳しくなってきたね。29、あと3日で無理だな。うん、今月100万目標だったんだけど、マンスリーランキングもね、10位以内に入るのが目標だったんだけど、やっぱ現実ってね、厳しいね。俺マンスリーランキングないだ。マンスリーランキングが、一時期ね、7位とかいたんだけど、やっぱ甘くねえよな。今21位か。どれさんにも負けてんだね、抜かれちゃったね。テルシャンビン200万稼いでるもんな、すげえよな。21位だね。うん。うん。あ、合意ありがとうございます。うん、まあ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 、うん。頑張りましょう、来月も。今日も頑張りましょう。それでいい。うん、すごいよね。その、ジョブズじゃないとこうならなかったと俺は思ってる。本当に。頑張ります。うん、まあまあ話しましょう。適当に。なんだろうな。だからなんつうんだろう。何々のために何々やるって言ったら俺は負けだと思ってて、それに気づいたのが25とかなんだよね。25歳ぐらいで、何々のために何々やるじゃなくて、稼げなくてもいいから何々に没頭すべきだって。で、没頭してることで金を生むようにしないとダメなんだっていうことに気づいて。うん。まあみんなで一緒にね、やりたいことやりましょう。あのね、社会って回るから、みんなやりたいことをやったら社会回んないよとか言ってるの嘘で。あの、やりたいことやるべきだよ。うん。できれば若い時なんかさ、それこそ10代の時なんか無限の可能性があって何にでもなれるからさ。ね。20代でも何にでもなれるし。まあ年齢関係ないんだよね。何にでもなれるんだよね。で、チャンスが若いうちの方が多いっていうだけで。で20後半から挑んで、俺最後のチャンスだと思ったの、この配信で飯を食うっていうのは。何かでプロになるっていうのは最後のチャンスだと思って、すっごい慎重に選んだんですよ。うん。アマゾンの社長もお金いらないって人らしいね。あのね、正直言うよ。正直言うよ。あの、俺30万以上稼いでも、多分ね、何に使っていいの？沖縄っていう機会があったから、無理やり使った部分あるのよ。その、お土産買いまくったりとか、こういうもの買ったりとか、沖縄行ったりとかって。で、今回は特別にいいやと思ったんだけど、じゃあ実際今月も、まあ結構な額いただきますっていう時に、来月からまたその旅を始めるんだけど、なんだろうな。このお金を何かに使わないといけないと思っていて、なんて言えばいいんだろう。例えば、俺、店またやるタイミングなのかなとか、何かその、例えばその、土地を買って、モバイルハウス作って、みんなで家を作って、掘ったてこよう。そこでシェアできる空間を作るとか、いろいろ考えてるんだけど、難しいよね。お金を稼ぐことよりも使うことの方が、本当に。その、要は身に余るお金をいただくようになったから、
で、あ、そう、お金がスコアに見えてんの、今。なんでか、なんで俺が1億円目指してるかっていうと、ぶっちゃけた話30万とか25万で同じなのよ。なんでかっていうと、3年間生活保護で生活してるから13万で生活してきたのよ。都内で。だから13万あれば生きていけるわけじゃん。で、それを超えるお金をいただくようになったから、これは何かをやらないといけないっていう使命感が今生まれてて。で、ああ、福さん、アストンマーチン買ったの。すげえな。ボケてますね。相変わらず。自慢しに来たの福さん。自慢しに来たのマジかよ。もうボケてんな、相変わらず。おめでとうございます。で、その、なんていうのかな。話を元に戻すと、なんか、いろいろ考えてる部分あって、で、その、30万稼げば、食っていけるし、生きていける幸せなんだけど、1億円プレイヤーにならないと、多分、お金で何かを買うわけじゃなくて、お金がないと、自分の手に入れたいものが手に入らないっていうか、お金がないとじゃん。要は、自分の手に入れたい自分を、になるためには1億円ないとおかしいなって考えてるって感じかな。わかる？このニュアンス。金が欲しいとかじゃなくて、理想の自分を手に入れるには年収1億持ってねえとおかしいな、みたいな。そういう感覚なんだよね、今。こんばんは、22歳男性、好きな食べ物、中華料理。僕の将来の夢はロングビーチでホームレス。ほうほうほう。面白いね。稼いだ金は1ドル残らず会社に投資して残さないらしい。でも、それが理想の生き方だって。はい、ブロックします。さよなら。うん。めんどくせえな。そういう感じなんだよね。だから、その、一億あったら何すんのって言ったら、ああ、うまい飯食って、住んでる場所が変わって、住んでる乗り物が変わるんだろうね、ぐらいにしか考えてなくて、着る服とか。だから実際そうじゃん。実際3万円のリーバイス履いてるわけじゃん。ユニクロだった男が。だからそんなもんなんだろうなと思って。ただ、その一億を稼いだことがないと、一億の大変さはわからないと思ってて、俺はそれを手に入れたいんだよね。一億稼ぐのってこれくらい大変だよっていう経験を持ってたいっていうか。もちろんその過程に1000万とか月収100万とかあるんだろうけど。で、なんで、ワドさんってぶっちゃけ他のことで稼げるよって言われてるのよ。ずっと昔から。で、俺もそうだと思うと。効率悪いと。でも、いつも言ってるけど、なんで配信で稼ぎたいかって言ったら、好きな人と好きな時に好きなことを好きな場所で好きなだけやりたいからっていう理念があるからなんだよ、俺に。遊んで稼ぐぜっていう。好きな人と好きな時に好きなことを好きな場所で好きなだけやるだけの人生にしたいの。それを考えたら今配信しか思い浮かばないんだよね、ことっていうのが。どうした？190人引いてるのか、まあそんな感じかな。190人がリッスンすげえな。そんな感覚かな。やりたいことだけやりたいですね。もういいかなっていうか。え、大丈夫？コメント止まってるけど、バグ？リッスンしてる？あ、オッケー。でもね、その喋ってるだけで190人をコメントストップさせる能力も逆にすごいと思うけどね。学名は同じでもそうそう、どうやって稼いだかにこだわりがあって。そう。例えば、その芸能人が株で1億当たっても芸が肥やされたわけじゃないじゃん。それ運良かっただけじゃんってなるの。わかる？感覚。例えばなんだけど、ラスベガスで1億当たった芸人さんが、それ芸が磨かれたからじゃないじゃん。そういう感覚。ラグいね、ちょっとね。じゃあ、5秒後に手を挙げてください。5、4、3、
1、2、1、手上げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10秒。長い。11、12、13、14、15、16秒。16秒ね。18、最速。19、20秒。16秒から20秒ぐらいあるな。結構ラグいね。まあ、しょうがないでしょ。うん。ちょっと申し訳ないけど、俺のせいじゃないからしょうがねえな、これは。まあ、配信者多いしね。金曜の夜だし。ゴールデンタイムだから。まあ、そこは考慮してください。まあまあ、ラグいね。いい。だから、目的と手段を履き違えたら終わるなって分かってんだよね。なんでかっていうと、ストレス耐性がないんだよ、自分で。やりたくないことをやっちゃうと、モチベーションが下がるし、ぶっちゃけた話、月収100万すぐ稼ぐ自信あんの、どんなことやっても。手段を選ばなければ、パッと行くって。それはね、20代の頃にもう実感があったんだよ。自分の中で。不動産でも営業でも何でも月収100は行くなって。その中卒でも。ただ先がないなって、俺がなえるなっていうの分かってて。ただまあ配信は面白いよ、奥が深いし。なんでかっていうと、もう対人じゃん。もうだって面白くてもダメなんだもん、うん、喋れてもダメなんだもん、閲覧多くてもダメなんだもん。すげえよこのゲーム。うん、超スリリングで超奥が深いと思ってるかな。こんなになんか刺激的で難しいものはないよね。でもだんだん分かってきて、人の真似をしなくていいようになったっていうのはすごいでかい、あの自信がついてきたっていうか、いい意味で開き直ってきて。前はその他人の収入、他人の閲覧、他人のトークとか全部羨ましくて、でも今は他人は他人、自分は自分でよく開き直ってる。研究はもちろんするんだけど、真似をしなくなったっていうのかな。喋りたいことを喋ってればいいっていうか、うん、自分が楽しいことをやるっていう、そういうなんかいい開き直り方ができるようになってきたなぁとは思うけどね、うん、なんか閲覧が少なくてもいいじゃないっていう、あの本当にね、収入が取れなくてもいいんじゃないかっていう。取りたいけどね、閲覧も収入も誰よりも取りたいけど、そこに固執しないっていうか、極端な数にとらわれないっていうか、そういう感覚とかが出てきたかな。なんかそれはなんかすごい、あれすげえラグってんな。こっちの問題も出てきた？うん。なんか今一瞬落ちたな。っていうのはあるな。重いね。なんで今日こんな重たいんだろう。価格だもんな。極端な話さ、爪楊枝作ってもプロが作ったらすっげえ世界最高の爪楊枝作るってさ、売れなさそうに見えて、一本2000円する爪楊枝とか売れると思うんだよね、俺。うん、極めたら。で、たまたまその爪楊枝作るじゃなくて、俺にとっては配信がそれだっただけで。うん。なんでもそうなんだけど。なんでそんなことやってんのって言われても、好きだからとしか言えないんだよね。うん。例えばね、やりたくないことをやって100万円稼いでさ、やりたいことをやる時間が2時間しかなくて1日で100万円使うんだったら、
やりたいことやって20万の方が効率がいいように思えるんだよ。この感覚わかる？足し算、心の足し算、引き算。やりたくないことをやってマイナスじゃん、心。で、2時間しか残ってないじゃん。で、100万円使うじゃん。プラマイゼロになってるようで、心がすり減ってて、時間もなくなるからマイナスになる。ただ、やりたいことをやって、24時間好きなことやってる。プラスじゃん。で、プラスアルファ、収入があって飯が食える。ここは金銭的にはプラマイゼロだ。心の負担的にはプラスじゃないって考えちゃうの、俺は。うん。どう？なんか、その心ポイント大事じゃない？すごい。心ポイント、時間ポイント、お金ポイントってあったら、すげえ効率がいいっていうか。俺はそういう風に感じるんだよな。心ポイント。クラウィン1000万稼いでるかな？1000万、ちょっと待って。あー、1000万いってないかな。月末には1000万いきそうだね。うん。まあ、稼いでるだろうね。だから、まあ、奥、プレイヤー出るだろうね、そろそろね。うん。で、奥が出るやつがいるってことは、まあ、俺も狙えるだろうなっていう。誰かがやってるわけだから。うん。っていうのが俺の感覚なんだよな。うん、だってさ、みんな気づいてないかもしれないけど、ふわっち潰れるとか言ってるけどさ、1000人、閲覧同時閲覧1000人越すやつがもう3人4人って出てきてるんだよ。じゃん。一昔前だったら閲覧ピーク300とかだったじゃん。でもさ、永井先生、よっさん、うなちゃんマン、どれ、4、5人いるでしょ。1000人叩き出すやつ。多分、ヒカルくん、金梅さんも叩けるでしょ？すごくない？キャスを超えるの、いよいよ2年以内にキャス超えるだろうなっていうのが俺の読みなんだけど、プラマイゼロじゃ生活できない。ああ、まあ、そういう人はアルバイトすべきだと思ってるけどね。うん。ねえ、ニコ生からいい流れ作ったよね。うん、カリバさんもすげえ稼いでるね。カリバさん力あるからな、すげえ、うん、だからなんだろう、極端な話、13万稼いで残りの時間は自分の修行に当てるっていいような気がするんだけどな。運営が話題作りでアイテム配ってるだけ、最初だけ。ああ、そう。うん。うん。俺は全然そんなこと思わないけど。うん。なんか最近来たリスナーさんだろうね、Kさんは。月収100万以上どれくらいいるんだろう。今月だけで言ったら、1、2、3、4、5、6。7、8。アイラもこんな稼いだんだ。8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17。約17人。尊敬する人間。尊敬する人間か。特定の誰っていうことはないですけど、戦ってる人好きっすね。尊敬しますね。戦ってる人。特定の誰かじゃなくて、戦ってる人は好きっすね。尊敬しますね、僕は。戦ってる人かな。うん。それは、いじめられっ子だとしても。うん。うだつの上がらないいじめられっ子だとしても、戦ってる人間好きっすね。うん。尊敬しますね。かっこいいっすね。なんかこう、自分を変えようとか。うん。いや、格闘家って意味じゃない。その、心の問題で戦ってる人、あがいてる人って言ったらいいのかな。その、逃げないで、言い訳をしないで、そこに向かってる人ってイメージ。戦ってる人。うん。戦ってる人は尊敬します。
ファイターっていう意味じゃなくてね。そういう人間が好きですね。むしろあんま格闘技見ないかんな俺。今の自分を変えようと、良くしようとしてる人は好きかな。なんか、そういうのはやっぱ男としてグッとくるよな。まあ、頑張ってる人とも言えるのかもしれないけど、あんまり頑張るっていう表現が好きじゃなくて、自分と通ずるものがあるから、できればそういう風な人でありたいとは思ってるけどね。それはでも客観、客観的な評価だから、あんまり自分が自分のこと評価するもんじゃないと思ってるんで、それはでも頑張ってる人っつうか戦ってる人が好きっすね。中島みゆきのファイトですよ。中島みゆきのファイト、単純に好きなだけっすよ。あんまり考えてない。俺も今日ね、アラジンっていう闘技場に行ってね、4万円負けたんだけどね、戦いに敗れちゃったんだよね。今日何時間配信っていうか、いや今日はね配信そんなにやってない。朝4時間枠やって、でそのままパチンコ屋行って4万負けて、で、プラモ屋で買い物して、で、プラモで5時間枠やって、今2時間経つか、5時間枠で7時間。配信自体は11時間やってるけど、プライベートで起きてる時間長えな。新宿原人。そうそうそう。アドンさん、金杯超えて、あのね、アキさんね、俺ね、誰かと比べるのやめたんですよ。なんつうんだろう。俺は俺と戦う。いや、前々からね、ミニ四駆はやろうと思ってたよ。前々から思ってた。便所太郎さんが企画やった時に面白そうと思って。やってよかったね。面白かった。誰かと比べるって、世の中ってさ、上にも下にも人間いっぱいいるんですよ。上にも下にも。でもね、上見ても下見てもね、自分のポジションとかって変わんないんだよね。意味ねえと思って。だから自分がゴール決めたらそこに向かって前向いて歩けばいいやと思って。だって俺、金梅さんと違うもん。金梅さんじゃないんだもん。で、金梅さんを超えるってなったら、金梅さんのモノマネ始めるでしょ。やっぱね、違うんだよね。敵は自分の中にあると思ってて。敵っつうか。
あんまりね、もう誰のことも本当に羨ましくなくなったっつうか、本当に、あ、面白いな、この人って、普通に見れるようになったね。あ、この人つまんねえな、とか この人すげえ面白いけど、この人すげえつまんねえな、この人かわいいな、とか。参考にしなくなったね。極端な話。自分と比べなくなった。昨日の自分、今日の自分、明日の自分とかも常に自分のことしか考えてない。本当に。頑張ります。最近筋トレどころか運動全くやってなくて、太って肩こりひどくなって、もうすごいよ。運動しないと人間ダメだよね。金梅さんはなんで人気あるの？人気だから。人気だから人気があるんですよ。でしょ？理由はないよ。面白いと思ってる人がいっぱいいるんだよ。それでいいじゃん。ファンがたくさんいるんだよ。じゃあ、皆さんありがとうございました。また明日放送するんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ最後に2分間音楽流します。お疲れ様でーす。僕は大嫌いです。デニー君、頑張って。お前より頑張ってるわ。お疲れ。もしよかったらフォローしてってください。お疲れ様でーす。みんなありがとう。ハートプレゼントありがとう、マキルさん。お疲れ、マキル。いつもありがとね。すげえな、手かぶれちゃってかゆいんだよ。皮膚弱くてさ。さくらんぼ風船ありがとう、3個。まあ、夏休みだからね、最近キッズが多いですよ。夏中ですよ、夏中。あ、ですね、明日、契約をしてこようと思ってます。ご報告まで。明日サイン書いてきます。僕のツイッターチェックしておいてもらえると嬉しいです。皆さんも長時間見てくれてありがとう。それじゃあ皆さんおやすみなさい。お疲れ様です。かなちゃんありがとう。バーガーさんありがとうね。まいちゃん風船6個ありがとう。みんなおやすみー。またね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。